目の小野です。どうも、坂田です。健康 TV チャンネル登録1万5千人達成しました。ありがとうございます。まあ、去年の4月ですかね、1万人達成して、そこからコツコツと1年半かけて、 1年8ヶ月かな、で1万人行って、そこから1年2ヶ月で5000人ということで、コツコツ、1万人行くまではね、ほんと毎日更新みたいな。そうですね、やってましたけど、まあ今はね、ちょっとこう忙しいですから。忙しい、はい、まあ、週2更新、はい、忙しいし、ネタもないし、週2更新でちょっと皆さん申し訳ないなと思いながら、ね、それぐらいでいいですよ。それで勘弁してくださいと、あのヤングジャンプぐらいの頻度でキングダム見たいけどなみたいな。ああ、そうね、はい、あ、今週休みかみたいな。そう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 、そういうのもたまにいるところ、はいはい、っていう感じで、まあ、1万5000人までね、ちょっと走ってきたので、はい、まずは次2万人目指して、ね、頑張っていきたいと思いますので、引き続き皆さんよろしくお願いします。ということで、今回の股関節、お住まい様を改善するコレクトエクササイズ。ちょっと聞こえなかったです。すみません、ちょっと滑舌がね、うん。股関節のお住まい様。お住まい様ね、はい。お住まい様を改善するコレクティブエクササイズ。はい、これやってください。はい、股関節詰まりますよっていう人ですね。そうですね。はい、詰まるんですよ、マジで。詰まる原因でいっぱいあるんですよ、実は。まあね、はい、まあ、健康 TV ではたくさん股関節っていうのを取り上げてきたんですけども、やっぱ詰まりの原因いろいろあると。前の組織の問題もあれば、自分の組織もあるし、モーターコントロールの問題もあるしと。そりゃもう、さすがですね。いや、それはもう坂田さんは3年やってますから、はい、もうすぐね。もうじゃあ良くないですか。いや、ダメよ。え、皆さんはこれで初めて健康 TV を知るという方もいらっしゃる。ここね、健康 TV 40% ぐらいの方はチャンネル登録されてないと。してくださいよ。だから、実はこの動画で健康 TV を知るっていう人も多いと思うので、はい、してください。そうだ、ぜひ、それは本当にお願いします。なんで、ちょっと説明してもらいたいなと思います。はい、じゃあ、股関節がこう詰まる原因として、球外と骨頭があるわけじゃないですか。はい。で、これがまあ通常であればこう、球外側、骨盤も動きながら股関節も動くんで、ぶつからないですね。はいはい。基本は。ハーモン。そう。で、骨だけってみんな考えてるけど、はい、この周りって関節包もあれば、靭帯もあれば筋肉もあるわけですよ。挟んだりもするわけですよ。挟まる。はい。挟まる。だからよく関節芯損傷とかね、はい、松本人志さんとか坂口健二さんとかやってたけど、はい、そういうのが起きるわけ。でそれなんでかっていうと、こっちはお尻側、こっち前側。前側ね。うん、こう向いてる、ね。そう。でこの骨頭がね、お尻が硬かったら後ろ行けないわけですよ。後ろにこっちにこう動いてほしいのに、そう。硬すぎ。だから前側に押し出された感じで。動いちゃうから、それは前側が詰まりますよねっていう。なんか上げにくいなとか、はい、人によっては痛いなというふうにも感じると。っていうのはまあ一つ、だから後方組織の硬さが原因で詰まります。ね、お詰まりさまと。あとはこっちに引っ張るための動力となる筋がいくつかあるわけです。股関節、クッキングという、はい、で。そいつらがうまく機能しない。タイミングが合ってます。そう。特にこう関節に近いところにある筋肉、恥骨筋だったりとか。腸腰筋だったりとか、そういった筋肉がうまく働かず、で大腿直筋だったりとか、方向筋だったりとか、でかいね、はい、アームの長い筋肉、そういうのが働くと、こっちにつきますから、ちょっと前に引っ張っちゃう。本当は近いところがこう動いてほしいんだけど、はいはい、こうついてるから、こう動きますね。ああ、なるほど。そうすると、やっぱり詰まりになる。だからもう、近いところの、大体筋膜張筋ですね。長いですからね。そう。だからその近いところの、収縮不全とかを解消するっていうのは、もう一つも、はい、ただそれはね、もう主義の方が早いから、うん、そっちは主義ですけど、この後方組織、後方組織に関しては、はい、エクササイズで十分やれるんで、はい、やっぱこうね、ケツの硬い男子、そうですね、まあ、小見さんおっしゃる通り、男子の方がケツが硬くなりやすい、バッドグリップっていって、お尻をこうギュッと締める、なんかお腹出てるけど、お尻ちっちゃいおじさんいるじゃないですか、多いですよね、ああいう人たちですよ。お尻ギュッと締めちゃって、ギュッとして前に行ってるから、ね、そう、ビジリトレーニングやりすぎてる女子、そうですね、そう、大体8割詰まってるから、あいつら、あいつら、いかまたバットボタン作って、うん、口が悪くなる、はい、でもそれを、これ見てね、お尻トレーニングして、私詰まってるわと思う人はラッキーですよね、ラッキーですよね、別にそれ続けてもらっていいんで、だから今からやるエクササイズもやっていただければ。しりとりやって、はい、休憩中にこのエクササイズやって、はい、またしりとりやってっていうふうにやる。僕らはね、やるなと言ってない。それをやって、ちゃんと修正して、そうです。そうすることで、こう、怪我なくね。だってさ、怪我したくなかったらさ、
スポーツするなって言えばいいじゃないですか。まあまあ一番ね。スポーツしたいんですよ、ね。それはそう。腰痛くてもゴルフしたいんですよ。それはそう。その腰が痛いのどうにかしてくれと、うん。じゃあこれやりましょうっていうのが健康TV なんで。そういうことです。はい。なので、ぜひ、おつまいさんがあるという方ね、ぜひ今からやるエクササイズを試していただけたらなと思いますので、早速、エクササイズ、行ってみましょう。はい、ということで、ちょっと動画の途中なんですけども、はいはいはい、告知をさせてください。はい。すいません。健康 TV ですね、ウェビナー、ウェビナー、第2弾、はい、9月に開催させていただくことが決まりました。はい。まあ、第1弾がね、非常に好評で、はい、第2弾もやってほしいと。ありがとうございます。でまあね、結構全国の皆さんに参加していきたいので、まあ、今回はウェビナーという形でいらっしゃるんですけど、うん、前回は股関節についてっていうのをやったんですが、今回はコレクティブエクササイズ、部位にこだわらずね。そうです、まあ、股関節編では股関節のコレクティブをちょっと紹介したんですけども、全部佐田大先生にやっていただこうかな。まあ時間に限りがあるね。まあ2時間という時間なんですけども、はい、その時間の中でできる限りたくさん紹介していきたいなと。はい、思っておりますので、はい、詳細は概要欄の方に載ってますから、はい、ワンランク上の一皮向けた運動指導者、治療家になっていただきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは本編どうぞ。お願いします。はい、はい、じゃあ後方組織の改善をしていきます。でまずあの股関節の詰まりを確認しましょうか。はい、あ、OK、詰まってるよ。どっちに左、どっちも詰まってる。どっちも詰まってるんですか。プレーはこっちにするとちょっと抜ける感じ。抜ける。はい、これは、まずは右の方が詰まってるな。可能性として後ろが原因じゃない可能性もあります。今やった感じだと。まあまあまあ、でも僕が多分全て、うん、後ろも前も、はい、やっぱね、たくさん僕患者さん見てると動かした感じで分かるようにもなってくるわけです。まあそうですよ。後ろは硬いわけじゃなさそうだけど、後ろやっても変わると思うのでやりましょう。はい、はい、じゃあ、1つ目からいきましょう。はい、でローブリークのヒップローテーションといって、はい、こういったエクササイズをやるんだけど、はい、多分ちょっとこれをいきなりやっても詰まるだけなんですよ。はい、そうですね。なのでその前にちょっとお尻を1個伸ばすやつをやりたいと思います。はい、ストレッチポールでもいいし、こういった円柱状のものを前に見て股関節を、ね、真横に曲げてください。もうちょっとそう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 。で出した足と反対の手で斜め前にリーチしていきます。で骨盤が浮かた平行になれて緩めて、ああ骨盤はねこういうふうにアジャストしてあげて、こういう、ででででででで、はい、でででで、でででこれしっかりやらないとね。これね、筋肉と思われがちなんですけど、はい、関節も伸びてここまでいく。よし、OK。じゃあこれで、さっきやったローブリークのヒップローテーション。めっちゃ伸びてる。はい、関節、膝関節90度にしてもらって、上の ASIS を下側の膝の内側に近づけていきます。もうこれ以上いかないよってなったら、お尻を少し持ち上げることで、下側のお尻が伸びると思います。わ、伸びる。できるだけ自動運動でやっていきましょう。そう、めちゃくちゃお尻伸びたんですね。あと2回いきましょうか。やっぱストレッチある前の詰まりはだいぶ楽になってる。そうですね。 OK、 あ、 OK になりました。そうすると股関節のもうなんか持たれた時に足軽いもん。そうですね。今下側が硬いわけですよ。骨頭が下がってなかったのが、こっちが柔らかくなったから骨頭が下がるようになって、上側にスペースができるとか、緊張してた筋とかも緩まって、屈曲がしやすくなる。めちゃくちゃ全然違うんですよね。全然違う。全然違うんですよ。全然違う。はい、たったこれだけ。なんで、股関節詰まりの原因の一つとして、後方組織の硬さっていうのがあるので、そこはしっかりやってもらうことで、まあ、大抵の方は改善できる。やっぱ最初にやった、ね、お尻のストレッチ、はい、うん、まあ、形上やってる人って結構いるじゃないですか。うん、そこもやっぱこだわりですよね。こだわりやってもらって、こだわりなんですよ。はい、唯一ね、やっぱ股関節の後方と肩関節の後方って、はい、でもめちゃくちゃ硬くなりやすいんで、うん、ここだけはね、あの
っかりやった方がいい。なんとなくお尻伸ばすみたいなじゃなくて、やっぱこう、ここそうね。で、あのやっぱり人体で関節も強いんですよ、まあ、外れちゃいけないですか、ね、中関節周り、動きが大きいから、だからしっかりやることが大事。そこをやっぱこだわってやってもらえるだけでも全然変わってくる。はい、ぜひ。はいはい、はい、ということで、股関節のおつまれ様に効くコレクティブエクサです、はい、ということで、まあ後方に問題がある、うん、大体やっといて損はないじゃないですか。そうですね、詰まるって言われて、うん、なんか前か後ろか分かんないなっていう方でも、うん、まあ、やれば確実に変わると思います、ね、はい、いやきつかったちょっと体硬いんで。そうですね、トレーニングよりストレッチもきついっていう。確かに、はい、今日いっぱい動いてきてね。そうです、これ深夜に撮影してますから。であれですよね、2つ目にあったこうローブリークのローテーションって、うんうん、まあ、お尻が伸びるのもそうなんですけど、うまくできると内ももとかも、そうですね、収縮してる感じ、効いてる感じも感じれば、それも大事、なお良しです。はい、なお良しです。それでこう動きをちゃんと作っていくっていう、はい、内ももの引き締めにもいいと、いいし、お尻も効いちゃう。はい、一石三鳥ぐらい完璧ですね。はい、完璧です。なのでぜひ皆さん試していただければなと思います、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。